はい、どうも、ハチョウチョウのりです。本日はついに GS グローブ定番シリーズ3の入荷がしましたので、それを紹介していこうと思います。GS グローブはですね、公式の定番カラーっていうのが全部で4色ありまして、オレンジ、赤オレンジ、ブラック、キャラメル、この4種類が年間を通して1年の中で2、3ヶ月おきに出てくるんですけど、今回その3週目ですね、まあ3年目の第1入荷ということで、この GS グローブの初号機とも言われているオレンジが入荷してきました。今回全部でですね、4種類内野賞が入ってるんですけど、大きく分けて2種類、全部で4種類入ってきますので、そちらを紹介していこうかなと思います。で、早速1個ずつ紹介していきます。では1つ目はですね、もう王道と言ってもいいと思います。当てはさみ型のノーマルの HF のシリーズになります。こちらはですね、本体カラーオレンジ、レースキャラメル、このラベルはですね、今回は1年目のピンクと2年目のエメラルドが合体して、で縁がシルバーですね。これまでゴールドだったんですけど、これはシルバーになってると。でステッチがピンク、平裏がブラックになっております。まあ、自分はですね、この平裏は結構ブラックとか暗めの色、赤とかやっちゃうんですけど、あんまり白とかキャメルにしてなくて、まあ、汚れが気にならないよって人はいいんですけど、結構汚れが気になる人もいるかもしれませんので、自分は黒を定番にはよく採用してます。黒とか赤とかを。で最初の状態はやはり公式っていうのもあって、いつも通りこのぐらいですね。全然動きませんけど、水に入れた時の型の付けやすさっていうのは、この公式のテラダレザーはすごいありますので、この後どうかっていうのも型付けしてやっていこうと思います。まあ、HF の特徴はですね、しっかり開くっていうのがかなり特徴強くて、クロスとかワンピースに比べてよりこう手の開いた感覚がグラブに伝わるんじゃないかなと思っております。ちょっとこれウェブで変わってくるんですけど、 H はしっかり開くといった感じになります。では2つ目いきます。2つ目はこちらです。同じく当てはさみのノーマルサイズのクロスウェブになりますね。でこちらはさっきと同じ大きさ、縦の長さなんですけど、ウェブが異なるといった感じで、それ以外は一緒です。ラベルとステッチは同じになってます。ただですね、先ほど言ったようにこのウェブがクロスになることによって少し奥行きが出るので、H のこのパーの感覚よりも少しこうウェブ下に流れやすくなるかなというふうに自分は思ってます。これまでにも当てはさみのクロスってあったんですけど、やっぱり型付けをしても実際に使ってみても、ちょっとクロスはこのウェブ下にボールが収まりやすく、ちょっと深くなるんじゃないかなと個人的には思ってます。最初の硬さはこのくらいですね。やっぱりこのはめた感じは少しこの中心からこのウェブ側に、こっち側にバランスが来てるかなというふうに思います。まあ片付けで変わるんですけど、ちょっと自分はこっち側にウェブ下の方に感じるかなと思います。では続きまして3つ目いきます。3つ目はこちらです。当てはさみ型5ミリアップのバスケットウェブですね。これはおそらく初めてかもしれません。このバスケットウェブ自体は他のつかみ型ってのであったんですけど、あと鬼サードにもありましたね。けどこの当てはさみ型を5ミリアップさせたものにこのバスケットがつくのは初めてという感じで、横の長さはノーマルと一緒です。ただ指が5ミリだけ長いので、まあ、どちらかというとショートサードぐらいの大きさになってくるかなと思います。でこちらは本体オレンジにオレンジレースが使われてますので、ちょっと統一感はあるかなという感じになります。バスケットの場合はですね、これ結構好みあると思うんですけど、ちょっと重されてしまう分、その代わり強さというか、この強い打球にも負けない、奥に入りすぎないでウェブで止めれるっていう感じはあります。まあ、自分はバスケットであんま使ったことないんですけど、結構インスタのコメント欄で多かったので今回採用したって感じですね。最初の硬さはこのくらいです。多分これがこの内野手で言ったら、まあ、当てはさみって結構ちっちゃいので、それを5ミリアップさせてショートサードでも使えるような形になってるかなと思います。で細かいバスケットなんで、少しこう動きは出やすいようなウェブになってますね。というのでこれが3つ目になります。そしてラストになります。ラストはこちらの同じく当てはさみ型の5ミリアップのワンピースになりますね。これは前回入荷してコルクの時、ちょっと限定でコルクっての出したんですけど、その時に結構早めに売れまして、アミアミ系よりもこっちが売れたって感じだったんで、今回も採用しております。本体カラーはオレンジにキャラメルレース、ただこれはですね、ちょっとラベルを変えてシルバーを採用しております。ワンピースなんで、ちょっとまたバスケットとは動きが変わってくるんですけど、大きく感じないかなっていうので、ちょっと当てはさみがちっちゃいよって方はこの5ミリアップと、さっきのバスケットの5ミリアップを使っていただけるといいかなというふうに思います。まあワンピースは最近ちょっとまた来てるってことで、採用してるのもあるので、ぜひ気になる方はですね、チェックしてほしいかなというふうに思います。というわけで今回は一つサンプルを片付けしまして、どんな形がついていくかっていうのをご紹介していきます。早速やっていきましょう。ちなみに群馬県はこの前雪が降りましてですね、庭が積もりましたね。皆さんの地域はどうでしたでしょうか。群馬県は結構雪が積もりました。
まあでもこうやって型をつけてるとですね、やはりこの5ミリの長さは感じますね。いつも自分このノーマルを使ってるんですけど、ちょっとやっぱり長いなって感じることはこの型をつけて思うかなと思います。はい、するとですね、補給面の感じはこんな感じですね。ちょっとこれをまた乾燥させて、少し時間が経ちましたら全て紹介しようと思います。はい、というわけであれから1時間半2時間ぐらい経ちまして、まだ水分は全然抜けてないんですけど、まあ明後日ぐらいには抜けるかなということで、型付き後の基本型だけご紹介して終わりにします。本日の夜9時からモンタナスポーツのオンラインストアで販売開始となるんですが、一応ネット分と店頭分ちょっと分けて今回やろうかなってことで、ネットは多分2個ずつぐらいは全部販売されてると思います。で、1つ目が最初に紹介した片休みノーマルの H ですね。これちょっとさっき揉んでこんな感じです。まあいつも通りなんですけど、これはしっかり開いてっていう感じの、補給面が広く使える感じの型となっております。で、これのクロス、このまま切り替えますね。このまま切り替えるとこれです。ちょっと気持ちなんですけど、こっちのウェブ下に流れてるかなっていうので、引っ掛けやすいというか、逆進とかが引っ掛けやすくなるんじゃないかなと思ってます。ただまあ開きは H の方がいいって感じですね。ただこう掴みに行くなら、ちょっとこのクロスの方が強さを発揮するんじゃないかなっていう、まあちょっとここは好みになってきますけど、こっちがクロスで、ゴミリアップ、これはですね H とかとはタイプが違くて、結構ここがっちりしますね。がっちりして強い打球にもしっかり負けないようにということで、まあ、サードショートおすすめかなっていう感じの、これがバスケットで、最後がワンピースがこんな感じですね。バスケットよりは開くかなっていう気がします。ただやっぱ H とかに比べると、この奥行き感が出る感じで、ウェブ下は開きはちょい悪くなるかなっていう感じがしますね。ただ H はがっつり開くんで、まあこれ5ミリアップにすることによってちょっと差が出てくるんですけど、ちょっと指長くなった分ですね、ちょっとそのバランスは変わってくると思います。けどこの5ミリアップがおそらく、まあ、ショートを含めた、万人受けする大きさなんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、全部まだ乾いてないんで、このまだ水を全部吸ってるんですけど、こんなイメージだよっていうのをお伝えしました。というわけで本日の夜9時からネットで買えるようになりますので、概要欄からチェックしてみてください。多分カートに入れるが9時にならないとできないと思うんで、ページはできてるんですけど、購入は9時からということでよろしくお願いします。また数日後に動画で実際に使って配信していこうかなというふうに思います。引き続きチェックのよろしくお願いします。それでは今日の所長は以上です。よっしゃ。そして2月のプレゼント企画はこちらの GS 端材グラブを1名様にプレゼントします。公式側の余り革で作られた革を無駄にしないグラブ、レインボーのグラブを1名様にプレゼントいたします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。当選者の発表は3月1日の動画で発表いたします。